たちもすごく楽しいです。でもちょっと突然ですが、私は言いたいことがあります。何ですか、ハニーさん。日本に来るたびに待ちて、もう見かれる人のたちをどうファッションスタイルが本当にかっこいいと感じます。もうそうでしょ、そうでしょ。今日もみんなすごいです。すごいかっこいい。そうですね。私は日本で最後まで散歩するのが本当に好きです。そうそうそう。その時にちょっと待ってください。その時に何かみんなですよね。その時にオーバーオールを着た人を見て可愛かったので、私もオーバーオールをハマってます。そうかな、はい、本当に暑いです。はい、みんちゃんは。私は一時期縁なしメガネにハマっていた時が、ハマっていた時があったよね。はい、はい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 。それでこの前に日本に来てめっちゃかっこいい縁なしメガネをかけ、すみません。大丈夫大丈夫。メガネメガネ。メガネを。メガネをかけているおじいちゃんを見て、はい、おじいちゃんを見て声をかけそうになりました。ありがとうございます。私は日本にあるポップアップストアが好きなのですが、うん、行きたい場所がたくさんあります。でも行きたいお店が毎日オープンしてるわけではないので、来るたびにチェックしてします。そうですか。私たちの衣装も日本のブランドを使ってることが多いんですよね。はいはい。お、私はちょっと見せてあげます。かわいい、かわいい。ベイビーマイル。顔も見せてください。1、2、3、じゃん。みんな感じ、こんばんは。似合う、似合います。似ている。はい、買いますぞ。はい、似ています。似ています。お、嬉しい。でもね、皆さんちょっと待って、私たちが好きなものをお話を していたらいつの間にか実家になってしまいました。早いですよね、早いでしょ。じゃあ仕方ないです。最後にみんなで挨拶して次の曲に行きましょうか。はい、はい、準備できます。はい、以上ミュージックでした。ありがとうございました。